ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。コナミメモリアルカップ鹿島アントラーズ対湘南ベルマーレの試合をお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。スタンドが大きく揺れています。選手入場です。今、試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。試合が始まりました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。画面に向かって左から右へ攻めるのが鹿島。赤いシャツ、紺色のパンツ、赤いソックス。反対に右から左へ攻めるのが湘南。青いシャツ、白いパンツ、青いソックス。それでは試合の方を見ていただきましょう。よくしのいだ。前に送って、さあここから、これは素晴らしい読みでした、ね、これは面白い。カット、坂本、これは危険行為とみなされました。パラシオス、前にボールを送る。今大事につなげたいですね。クリア、ゴミ。中里、素晴らしいスピードです。お、縦へのパス、激しい奪い合い。メーター、隙がないですよね。鹿島ボールになります。ゆっくりと、しかしカット、熊林、前方へパス。湘南、じっくりとパス回し。10分経過、どう、ここで右へ、キム・グンチョル、前、止めた、シュート。秋田、シュートコースを完全に消しています。高田、どういうボールを蹴るんでしょうか。拾って、おっと、クロスも入れさせません。梅山、このボールをピックアップ、ねじ込め、バンブル、うん、来たー、ゴール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 。湘南、ここで先制点。